You're listening to Shibuya Cross FM.皆様こんばんは。毎週水曜日夜10時から鳥羽明美のミラクルクルクルがスタートいたしました。今日は寒いね。みんななんだか冬に戻ってしまったという感じでございますけれども、今日の1日いかがお過ごしでしょうか。私はですね、今日はちょっとのんびりしながら、お友達とカフェでお茶をして、なんかとってもいい一日でした。やっぱりね、たまにはリラックスしないといけないななんて思っておりますけれども、またですね、今日というか先日、ご連絡いただいた方、すごいなと思うのが、私手元こうやって置いていたり、結構こう手動かしたり、お話をしてるんですけれども、その指は、何ですかというですね、メッセージを頂戴しまして、すごい見えるんだと思って。見えてますかこれ。これね、ピンクゴールドなので見えにくいかなと思ってやっておりますけれど、なぜこれをしだしたかと言いますと、知人が手相のプロになるということで、プロ検定を受けたんだっていう話からね、なんか見てくださったんです。でそうしたら、あーいけませんって言うんです。なんでいけないのって言ったらですね、鳥羽さんはこの間からお金がじゃんじゃん流れていきますって言われて、と思ったら、よくよく見たらですね、この隙間、これだと見えないと思いますけど、皆さんも自分の手を見てみて、このね、指と指の間の隙間が大きければ多いほどお金が入ってきても流れていくみたいな、そんなお話がありまして、それはいかんぞということで、購入したのがこの指輪ということで、実は同じものを4つしています。いろいろ探したんだけれど、このくらいの太さってなかなかないのね。あと自分に合うもの、それから好きだなと思うテイストのものがなくて、なんと2件目で購入をしました。本当これもミラクルクルクルな出会いだなと思っております。皆さんいつも手元いろいろ見ていただいてありがとうございます。さて、今日のお客様ですけれども、実はですね、とっても素敵な方、いつもね、こちらにおいでいただくゲストの方、素敵な方多いんですけれども、なんと葉山でインターナショナルスクールを経営していらっしゃる方をお迎えしております。インターナショナルスクールどうですかね、皆様の身近でもあるかと思いますけれど、私の友人のお子さんも最近インターナショナルスクールに行った子がいます。なんかね、伸び伸びとしてる。で彼女は中国人の方と、それから日本人の方のハーフという形なんですけれども、それがね、なんて言うんだろう、日本の学校行ってるよりとってもなんか可愛らしい感じになってきたかなと思っています。スクールによってね、いろいろ違うと思いますので、リスナーの皆さんのお子様もインターナショナルスクールお考えの方、ぜひ、質問などありましたらメッセージ送ってみてください。こちら info@shibuyacrossfm.jp info@shibuyacrossfm.jp にどうぞメッセージ送ってください。お待ちしております。それでは今宵のファーストナンバーお届けいたします。ルカで恋をしたんだ。1秒先の未来に奇跡が見えたら、バカみたいに夢中で走るのに、また君はありえないほどずるい笑顔で僕を見た。一瞬で恋をしたんだ。
今宵のファーストナンバーはルカで恋をしたんだをお届けいたしました。ルカさんの歌はねよくこちらでかけさせていただいてますけど、元気が出なーなんて思います。いつもね、また次回お楽しみに。さて、今宵のゲストをご紹介いたします。葉山インターナショナルスクールの理事でいらっしゃいます田中葉月さんです。こんばんは。葉山インターナショナルスクールの田中葉月です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。素敵なジャケット、ありがとうございます。もう春って感じね。そうですね、今日ちょっと寒いですけど、うん、寒いね、本当に、うん、今日は葉山から、うん、葉山からおいでいただいた。今は葉山ではないんですけれども、ね、はい、はい、うん、実はインターナショナルスクールの、今2件ねあるということで、ちょっとそのスクールのご紹介お願いできますか。はい、はい、今現在葉山の方に1校と白金の方に1校スクールがありまして、うん、白金の方は15周年を今年迎えるんですけれども。素晴らしい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、もしかしたら写真があるかな、はい、こちらが、葉山のスクールになりますか。素敵ですね、はい、ありがとうございます。本当すごいすごい、なんか日本じゃないみたい。やっぱりね、そうですね、すごい葉山の土地っていうのがすごく自然に囲まれていて、うん、子どもたちもこうのびのびこう学びながら成長ができるっていうので、すごくとてもいい土地かなと私たちも思っております。ね、本当、うん、なるほどね。でもう一個が白金ですけれども、うん、はい、白金の方と葉山のこの違いはなんかこう年齢とか違うのかな。そうですね、葉山の方は小学校の6年生の学年である12歳まで、うん、学年があるんですけれども、白金の方は 6歳までですね、うん、小学生に上がるまでですね。ホームページもねちょっとご紹介しながらお話を伺おうと思いますけれども、はい、こちらが、ホームページ今出ますけれど、はい、学校の方が、うん、実際ね、最初なんで学校だって、もともと学校を経営していたというわけではないですね。あ、そうなんです。で元はといえば、うん、そうですね、私がちょっとアメリカの方に住んでた時期がありまして、うんうん、オレゴン州なんですけれども、うん、そちらの方に住んでた時に子供を2人産んで、でその時に私が留学してた当時にすごくお世話になっていたホストファミリーがいたんですけれども、そこに子供を預けていて、でそこの友人 の家というのは、はい、ホームスクールをやっていたりですとか、あとそうですね、多年齢の子供たちが混ざるような小さな子供から結構大きな子供とか、あとハンディキャップ の、うん、子供たちも一緒にこう生活するようなデイケアをやっていて、そこにこう子供たちがそこで生活する中でこう、うん、遊びながらこういろんなことを学んだりですとか、うん、子供たちの関わりとかをこう見ていてすごくいいなとは思っていたんですけれども、うん、でちょっと日本に帰ってくることになりまして、ちょっと日本に帰ってきた時にちょっとそのような学校をこう探すとなると、うん、こうなかなか実際にこうなかったっていうのが現状で、できるだけ子どもにはこう理想な教育をしたいということで、はい、うん、子どもたちがこう学んで子どもたちの力になるような教育をしたいということで、うん、始めたのがきっかけです。すごい、やっぱりこう、うん、なかなかこういろんな学校を多分探されたと思うんですけれど、うん、やっぱりその外国的なというか、うん、ちょっとおおらかなというか、そんなやっぱりこう、うん、ぴったりくるところがなかなかなかった。そうですね、どうしても分かりやすいもので測るような、うん、教育のところはちょっとあったりはするんですけれども、やっぱこう文字が書けるようになったりですとか、はい、こう長い文章が読めるようになったりですとか、そういうのをこうやるようなスクールみたいなところはあったんですけれども、はい、ちょっとそれはあまり私がこう求めている、うん、夫婦ですけども、夫婦でこう求めているものとちょっと違うところがあったので、はい、ならばこう一層こう子どもたちがこう、うん、自分の力になるような教育ができるところっていうのでスタートしたのがきっかけです。すごい、でもさ、うん、スタートしたって言っても2人で、ないねないねって話してて、だったら作っちゃえっていうお話になったということですか。結果はそうなんですけども、もちろんすぐにこう悩んだりはしましたけど、うんうん、で子どもたちのためなので、うん、こうやるぞっていうふうにスタートしたのがですね。すごい、うん、その行動力やっぱりこれはお子さんがいたからこそですね。
ですよね。いやすごくやっぱ何かをするってあの今でもそうですけどやっぱすごく勇気がいったりですとか、うん、いろんなリスクを考えたりはするんですけども、うん、やっぱり子供がいるっていうのはあのすごくこう勇気をもらったっていうのはありますかね、うん、そうですね、あとそのオレゴン州でね、そのホームステイをしたというか、そのやっぱり経験は大きな原動力でもありますね。すごい大きかったです。なんかこう日本にずっといると、うん、すごくこうやっぱりこう常識っていうものにこう固められていくところはあったんですけども、はい、またそのちょっと一歩外に出るとそこにしかない世界が広がっていて、まあ、こう今のこの自分をこういつもとは違った角度から見えたりとかして、まあ、この自分のこの良さも分かったりとか、うん、まあ、ダメなところも見えたりとかそういう面ではすごく本当勉強になった経験でした。やっぱりこうちょっとスクールのイメージの中にも、オレゴン州のその場所のなんかこう、なんていうのエッセンスっていうか、そういったものも含まれてます。そうですね、やっぱあのすごくこう伸び伸び、うん、あのしてほしいっていうことと、まあ、すごくやっぱ子どもたち自身にこう考えてもらう時間を持ったりとかするのはすごくあの心がけてますね。あのインターナショナルスクールというと、うんうん、やっぱりその学校法人みたいなものとか、まあ、いろいろあると思うんですけれども、あのこちらはどういうふうになるんですか。あの特にあの法人とは取ってはいないんですけども、本当認可外の保育施設という形でやっていて、あのそうですね、皆さんに通ってもらっている感じですか、いいですね。だからあの、なんか規制、ほらインターナショナルスクールっていうと、どうしても規制があったり、条件をクリアしてないと入れないっていうね、点もありますものね。そうですね、あの一応あのどなたでも入っていただくことはできるんですけれども、一応あのそうですね、スクールの方針を理解していただいてれば、あのご入院いただけるにはなってます。いいですね、あの今はだいたい何名ぐらいのお子さんがいらっしゃいますか。今はあの2校合わせて200名ほどです、ね、あらすごいですね、あの先ほどの葉山のスクールも、あの結構大きいな感じがしたんですけれど、お部屋数はどうですか。部屋数はですね14ぐらいですかね、ごめんなさい。いいですよ、あのあれですよね、さっきの写真の隣にも同じような、ね、建物があってね、校舎が2つあるのと、あと後ろの方には別の建物があるので、すごいですね、あのでも、ここまで至るまでに当初は違ったんですね。あ、そうなんです、初めはもう本当一室からスタートして、すごいね。そうなんです、だって数人のお子さんから、まあ、ご自身のね、お子様お二人、そうですから、あと、まあ、あと他のね、方々が来てのスタートで、今はなんと200人という、素晴らしいですね、もうあれです、あの方針は変わらず、小さくても人数がたくさんいても変わらず、いいですね。で、15年続けるって大変なことだったんじゃないかと思うんですけど、でもそのもちろん大変なんですけれども、まあ、あっという間といえばあっという間で、本当こうみんなで協力しながらこういい教育の環境を作るというのでこうやってきているので、もうあっという間でしたね。あっという間そうですね、もうすごいね、あの先生はこの、なんて言うんでしょう、外国の方という、感じですか。そうですね、外国人の先生がほとんどで、あの皆さん英語であの授業を行っているので、そうですね、だからずっと英語でしょ、だから周りは。そうですね、すごい自然と、そうですね、あの英語ですね、みんな、あの日本人スタッフもみんな英語で話しますね。じゃあ先生たちはもうその英語を、ね、メインとしたお国の方々というかね、まあ、いろんな方々がいて、だから、まあ、お子さんも来たら自然と英語になっていく。あ、そうですね、英語を使って生活するので、あのこう英語をこう勉強するっていうよりかはこう英語を使ってこう生活していくので、英語を習得していくっていう感じです ね、すごい、やっぱり素直ってすごいわね。どんどん吸収するでしょ。何でも吸収しますね。ねえ、なんかそれこそ大人の方が刺激をもらっているような感じで、なんかあんまりこう頭を固くしていちゃいけないなと思うので、なんかほぐしてもらってるような感じですね。大人の方も。すごい。それはね、なんかとってもいいなと思いますね。で、やっぱりあのなんていうのかな、私なんかもオーストラリアに、ね、いたことがあって。でそれはもう仕事で行ったから学校に行ったことはないんですけれど、やっぱりこうパーティーとか多いわけ、バーベキューパーティーとか、なんとかかんとかとか、
で、うん、やっぱり学校でもそういう行事はありますか？あ、そうですね、あの、うん、スプリングフェスタっていうイベントがあって、うん、あのチャリティーパーティー、あ、チャリティーイベントですね、チャリティーイベントなんですけども、年に1回あの、うん、そうですね、あの学校のこのスクールで、うん、あの父兄の方たちにご父兄にご協力いただいて、はい、あのみんな楽しむことでこう利益を作るっていうイベントがあります、うん、へー、うん、それはなんか近いんですね、ちょうど。あ、そうなんです。5月の19日日曜日。あ、そうです。これはどなたでも行けるんですか？はい、はい、参加できますので、ぜひあの遊びにいらしていただけたらと思います。いいですね、はい、そうすると、うん、チャリティーイベントということで、何かこう、まあ、いろんなこう、なんていうかな、催しがあったりなんかするんですか？はい、なんかあの食べ物を、うん、そうですね、いろんな国の食べ物をこう販売したりですとか、楽しい、あとゲームですとか、うん、あのまあ、クラフトのブースがあったりですとか、あのフェイスペイントがあったりですとか、うんうん、ちょっとあの昨年なんかはあのこのダンスのショーがあったりですとか、なんか本当とにかく楽しむ中でこう、うん、みんなでこう、まあ、協力しながらこう、うんうん、お金を集めるみたいなものになるんですけれど、いいですね、うん、すごくあの、うん、毎年ご好評いただいてて、うんうん、あのすごく楽しいイベントではあります。あら、あのぜひ、詳細は先ほど出ていた、うん、葉山インターナショナルスクールのホームページからでもね、チェックすることはできますね。はい、はい、あと、うん、あれじゃないですか、うん、ハロウィンとか、ね、やると思うんですけど、まあ、ちょっと今日は、うん、その葉月さんが、うん、こうハロウィンで、ね、仮装した写真はちょっと今回出してないんですけれども、うん、結構本格的、まあ、もちろんそうだよね、だって海外だとそれがメインだもんね、でも元はといえば、うん、まあ、私も、まあ、初めアメリカに行った時に子供たちのイベントだと思ったので、うん、子供たちをこうコスチューム着せるっていう感じだったんですけど、はいはい、私もそんなイメージ。そうなんです。ただ、うん、ちょっとこう仕事でこうイベントやる時に、なんとなく せっかくなら楽しませたいっていうので、だんだんと、うん、こうちょっとこう派手になってたそうなんで、基本なんかこうせっかくのイベントだから楽しみたいっていうので、うん、こうコスチューム始めたんですけど、はい、まあ、今はもうなんとなく、ま、毎年なんか やらなきゃなみたいな感じでやってるところもあります。楽しいですもんね。楽しいです、もうとにかく楽しいっていうので、うんうん、あとほらハロウィンといえば、うん、パンプキンのね、このランタンっていうの、こうカッティングして、こうろうそく立ててこう、ね、でああいったものもやっぱり作られますか？そうなんです。私もこのなんかこうちょっとこうクラフトをしたりですとか、はい、ちょっとこう何かこう作品を飾ったりとかそういうのが好き で、うん、でハロウィン のジャックオランタンってい う、うんうん、パンプキンカービングをするんですけど、はい、なんか元はといえばそれも子供 の、うん、やるものだと思ってたんですけど、たまたまなんか何年か前に友人がこうパンプキンをくれて、うん、で子供たちはもう全員1個ずつ持ってたの で、うん、でそれでじゃあどうしようと思って私もやってみようかなって思ったのがきっかけで、はい、もう毎年やりたくてしょうがないみたいな感じやってます。手元器用なんですね。器用、ありがとうございます、うん、なんかこうちょっとこう作品作りとかして集中してると結構こうリフレッシュになるので、あ、わかる、なんかもう黙々とやることによって、うんうん、まあ、すっきりみたいな感じです、はい。へ、実はそれをフルーツに応用されたですよね。そうなんです。そこから、うん、まあ、このジャックオーランタンっていうパンプキン の、うん、そのパンプキンアートはまあ、そのハロウィンの時期だけなんですよね、うん、でそのハロウィンの時期が終わってしまうと、あ、なんかちょっと寂しいなみたいになって、うん、でまたまたまちょっとこうフルーツにこう代用したのがきっかけで、うん、だんだんそれもだんだんこう大きくなっていって、今ではこうフルーツをこう寄せ集めて盛り付けるみたいなのを、すごい出た見てこれすごい、本当なんかホームパーティーもそうですし、うん、あと自分の家でやる時もそうですし、うん、招かれた時とかもそうなんですけど、うん、ちょっとこう自分とこのフルーツのこの力を合わせ合って、はい、こうお土産に持っていくとか、うんうん、それみんなでその作ったものをこう楽しく食べるっていう なんかこう私の行事の一つみたいに今なっていて、うん、でもこれ、うん、歯のところとか難しいでしょこれ。そうですね、ちょっと慣れるまでは時間かかりましたけど、うん、今はもうお手の物ですね。そうですね、そんなに大変でもないですね、すごい、うん、ありがとうございます。だってさ、うん、これがテーブルにあるだけで全然、こう雰囲気変わりますよね。すごい楽しいと思います、うん、これもう一枚ありますか？はい、ほら、じゃじゃーん、これも可愛い、ね、
ありがとうございます。これ、うん、あれハッピーってハッピーバースデーかな、ハッピーバースデーの時ですか ね、なんかその時によってちょっとデザイン変えたりとか、うん、これはなんかあのどなたかが作っていたのを真似て作ったやつなんですけど、うん、なんかこういろんな、なんていうんですかね、うん、こう一つのものをちょっと、うん、形を変えて、はい、まあ、持っていくみたいな、うん、いいね、私もなんかちょっとやってみようかな、ぜひやってみてください、教えてください 、そうです、いい、もちろんですよ食べれるので作った後に、うん、あ、いいよ ね、 そうですね、いいよね、無駄なく全部食べれますから、素敵、うん、ありがとうございます、はい、うん、それではですね、今日のセカンドナンバーいっちゃおうかな、うん、じゃちょっと曲入れますね、はい、はい、今宵のセカンドナンバーは三橋水でロジック。君が使う言葉はいつも君らしくてそれが好き、いろんなことを知っていて終わって真の世界広げてくれる、たまに理屈っぽいのが私は感情でぶつかってしまうし、頭いいくせにどうしてわからないかな、女にロジックは通用しない、愛したいって言ったら愛に来てわがままだなんて言わないんだよね、今宵のセカンドナンバーは三橋水でロジックをお届けいたしました。それでは、後半戦も葉月さんよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、スタートする前にね、タイトルコールを皆さんにしていただいてます、うん、ミラクルクルクルってやんだよ。はい、はい、わかりました。毎週水曜日夜10時から鳥羽あけみのミラクルクルクル。はい、ありがとうございますさあ、毎回これやってんのはい、いいですねそうなんです、ミラクルクルクルはね、本当に、うん、どんな人でも、うん、やっぱりミラクルは来るかなと思ってて、うん、やっぱりその葉月さんのミラクルクルクルも、うん、まあ、オレゴン州の、ね、うん、出会いもあったでしょうし、うん、お子様たちが来て、学校をスタートして、もはや15年ですもんね、すごいね。うん、お子様たちは今おいくつですか？今上が18歳で下が16歳になりました。
今年またもう一つずつ上がるので、うん、まあ、あっという間ですよね。この前生まれたばっかりって今言い、今だって分かりましたその理由が。ね、よく言いますよね、こんなちっちゃかったと。そう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 、こんなちっちゃかったなって、なんかそうですね、小さい子供たち見てるとすごい重ねるので、うん、どうしてもこう、あーって言ってもうこんなになっちゃったんだっていうぐらい。本当ね、実際ね、うん、まあ、教育に携わるっていうふうには全く思ってなかったと思うんですけれど、今ではもね、その教育者として、まあ、どん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 いろんなことを勉強されたりしてると思うんですけど、最近お勉強されてることってどんなことですか？そうですね、まあ、ずっと仕事をしながら学んではきてはいるんですけども、昨年から大学院で教育見学、教育研究学を学んでいて、うん、国際教育に関してちょっと、インターナショナルバカロレアっていうのがありまして、それをちょっと、学んで研究してますね。インターナショナルバカロレア、というのはどういう内容のお勉強なんですか？一応こう今このグローバル化したこの社会の中で、子どもたちがこう、まあ、子どもに限らず、まあ、こうどこをこう地球全体を視野に入れた上でこう責任を持ってこう行動ができるような、人間を育てるっていうような教育のその根本的な部分のこうなんていうか枠組みというものがあって、それにこう合わせて教育をしていくってものもですね、もっとこう詳しく言うとすごくいろんなものがあるんですけど、ざっくり言うとなんかもすみません、それはどこかが発祥の地とかがあるんですか？元はといえばあるんですけど、まあ、今はまあこう、まあ、世界的に学ばれている、そう、世界に今広まってきていて、日本も導入が進んでいるところです。あ、そうですか、やっぱりその、まあ大学院に入られて、またお勉強しようとしたのは、なんかこうきっかけとかがありますか？でも、もっとこう知りたいとか、まあこうまあ、こう自分が知っていることだけではないということを、こうもっとこう広げることによってこうもっとこう確かにしていきたいというところもあるんですけど、はい、こう学べば学ぶほど広くなっていってしまうところもあってまあでもすごく大事なことかなというのは思っていますね。でまた同じ、こう目標というかね、持っている方々との新しい出会いも多いんじゃないですか？そうですね、すごく、本当もう教育自体がもうすごく深いので、同じようなこう仕事をしていても皆さんそれぞれ考えが違いますし、でもそれがいろんなこの人がいる中、もう世界だともうさらにこう文化が違かったりとかする中で、こういろんな人たちのこう考えがあるっていうこと自体がもうそれが普通だから、すごくそれがいいのかなとは思います。そうですね、本当に一つの物事を見ても、まあ、見る方向によっても受け止め方も違うし、その人たちのキャラクターもあれば、やっぱりね、いろんなこの考え方の、なんていうのかな、コミュニケーション取れてまたいいですね。だからやっぱりなんかこれにこだわるとか、なんかこう固執するみたいなのがなんかなくなりそうですね。そうですね、なんかすごい多様化されてるのかなとは思いますね。あと今、国際協力というか、そういった活動もされている。あ、そうです ね、国際協力にも本当すごく学ぶことも多いので本当なんか協力するっていうよりかは本当協力をしながらすごく、世界を学ばせてもらってるという感じですね。今ね、一枚写真これから出るんですけれど、実際に海外に行かれて、でその、東ティモールですか？あ、はい、はい、そちらにも現地に足を運ばれているんですよね。はい、はい、そうなんです。ちょっと今先ほどちょっとご案内した、スプリングフェスタの方で、寄付をさせていただいている先が東ティモールなんですけど。そうなんですね。そうなんです。国際協力 NGO ケアという団体があって、そこの団体がその東ティモールの方で、教育支援の活動をしていて、そちらの方の活動の一環でちょっと視察に行かせていただいたことがあります。現地の写真が出ますか？はい、出ました。こちらで東ティモールの皆さんとの交流ですね。でこの交流はどんな感じのことをされるんですか？すごいその教科書を作っているので、その教科書をこう配るだけではなくて、実際にその配った後にその教科書がどのようにこう生かされていて、そのこうなんていうの、成果を見るみたいな感じです。でそれをこう見に行ってきて、こう農村地区
区のこの村を回って、うん、こう皆さんがこう実際にそれをどういうふうに感じているのかとか、うん、それで何を学んだのかっていうのをこう見に行くっていうのを、教科書を作るっていうのはどういうことで教科書なんですか？教科書がなかった、教科書がない。でもすごく、うん、まあ、日本だともうこうすごく教育が豊かなので、うん、学校に行くのが当たり前だったりするんですけど、うん、東ティモールはこの午前の部、午後の部と小学校自体が分かれていたりとか、はい、あとまあ家庭がこう、こうなんていうんですか、農作物をこう育てたりすると、うん、学校に行く価値よりもこの家業の方を手伝うってことをこう重要視する方がいたりとかするので、昔の日本みたいじゃないですか。そうなんですよ。結局なんかそういうのを、うん、そうこう学ぶと、うん、結局はこう同じようなところがこう重なったりするものが出てきたりとか、ね、日本も実際そうだったんじゃないかとか出てきたりとかすると、ね、やっぱりこう日本もたくさんの国から支援をいただきながらこう今の日本ができてきているってことを考えると、うん、やはりその私たちには関係ないと思うんではなくて、うん、そういうことを見ることによってそういう国をこう国際協力として携わることによって、うん、こう世界全体でこう協力し合ってこうより良いこう世界が作っていけるっていうふうにこう持っていけるんではないかなっていうので、まあ、ちょっと勉強をしているみたいな感じです。うん、素晴らしいですね。うん、なんとなくね、うん、やっぱりこう、まあ、東ティモールといえば、うん、だって今まではかえってこうなんていうのかな、平和ではなかった国でもありますよね。なんかすごくこう占領されていた歴史のある国で、うん、なんかこうアジアで一番新しい国って言われるぐらいで、うん、独立してから十数年だと思うんですけど、うん、まあ、そういう国だったので、その東ティモールの方たちってこの平和に朝を迎えるってこと自体で、うん、もうすごくそれをこう幸せなことだと思ってる方たちなので、そういう人たちを見ていると、うん、この日本がこれだけ豊かな中で、うん、すごくこう、ああこうだな、ああだなって言ってる、こうそういうことがすごくこう気づい、そういうのに気づいたりとか、そういうこともできますね。そうですね。うん、私たちなんかね、物、うん、も溢れてるし、うん、なんかもう平和が当たり前、もう当たり前になってしまってるのは、ね、まあ、当たり前はすごいいいことだとは思うんですけど、うん、ただすごくその当たり前に気づかないと、うん、この当たり前はいつまでも当たり前かどうかもわからないっていうのは ね、やっぱりこの、うん、本当に、まあ、着るものもあって食べるものにも困らなくて、うん、やっぱりそういったところに感謝は必要ですね。きっと彼女たちは、うん、今の状況がとってもハッピーなのね。ハッピーだと思います。皆さん、なんていうんですかね、すごく幸せそうなのが伝わってくるっていうんですかね。もちろん大変なことはあると思うんですけど、うん、でもそのないことに不満っていうよりかは、うん、もう今あることをこう中でこう生活されている方たちなので、うん、ただその教育支援に関してはその教育支援をしないと、うん、まあ、このまま今この世界がこうつながってきてるって言われている中でこう取り残されてしまうっていうのはなんとなくちょっと心配なのかな、うん、そうですね、支援はやっぱり必要かなとは思いますね。いいですね、やっぱりそういったことで、うん、こちらが気づかされることもたくさんありますね。そうですね、どちらかというとそういう方が多いかもしれないですね。本当ですね、何かこちらがしてあげるというよりは本当ね、していただく、感じかもね。本当国際協力って感じですね。本当ですね、なんかやっぱり相互支援というかね、大事ですね。やっぱりでもその実体験がね、まあ、子どもたちにもお伝えできたりとかするのも大事ですね。ですね、なんかこうきっかけになればっていうのがあって、うん、もちろんもうすごく国際協力だけでっていうのではなくて、うん、ま、皆さん、まあ、それぞれ忙しく生きている中でできることをこうすることによって少しでも何かが変わればっていう、うん、そういう感じで、そうですよね、そうですね、うん、関わっていきたいなと思います、うんうんうん、ね、だから時間を使える人もいれば、ね、自分が行って本当に、ね、現場で何かできる人もいれば、ね、お金で支援する人もいるでしょうしね、やっぱりその気持ちをね、なんか育てるっていうのも、教育者としては一つの任務でもあるかもしれませんね。そうか、そうするととってもなんかいろんな形で、まあ、こう本当にグローバルな見方ができるようになってきてるんですね。そうですね、そういう面でもこう、うん、視野が広がるっていうのはすごくありますね。ね、あとなんか自分に何がこれからできるんだろうかみたいなところも生まれてきますか。なんかすごくなんかこう、まあ、でも発想とかも変わる
でしょうね。なんか本当その当たり前に気づくっていうのもそうですけど、うん、何かこう自分ができることを、まあ、自分の何て言うんですかね、自分の力に気づくっていうのもあるかもしれないですね。うん、そうですね、すごいもんね、うん、だってさ一人では大したことできなくても、うん、これが2人3人10人100人になったら、やっぱり一つの大きなことができるっていうね、なんか本当なんか何かをするっていうんじゃなくても、まずは知ることっていうのが、うん、まあ、知ること自体は私たちにとってはこうプラスにはなるとは思うので、まずは知ることでそれで何かできるかを考えるか、うん、考えることって で, できることをすることまでいけたら、もう何かしら少しずつ動いていくのかなっていうのはいますね。そうですね、うん、無理せずに、うんうん、確かに確かにできることからっていう感じですね、うん、大事ですね、うん、うん、そうか、うん、葉月さんはもともと英語があんまりね話せなかった、まあ、もしかしたらそのホームステイに行くまで、うん、まあ、お勉強してたとはいえ、うん、多分あんまり話せない、まあ、学生であると、ね、うん、でそれで、うん、まあ、実際にじゃあ今ね、うん、英語を学ぼうとか、話したいんだけど話せないとかっていう人、多分ねリスナーでも多いと思うんです。何かアドバイスありますか？うん、なんか話すのに私が何が一番大変だったかというと、やっぱこう自信がない、うん、あと話すのが怖いっていうのが初めはあったんですけど、うん、まあ、でもこう話す環境に行くっていうのが私の中ではすごく大きくて、でその話す環境っていうのは、まあ、話す相手ももちろんそうなんですけど、うん、まあ、そのまあ、相手が受け入れてくれたってところもあって、やっぱこのでも実際こう外に行ってみると、皆さんそんなにこう英語下手だからっていうので笑うような人なんて一人もいなくて、うん、はい、もう話せる自信がなくても、うん、もうとにかく話してコミュニケーションが取れるこの喜びをこう感じるってことがすごい大事かなって思います、ね、うん、あ、そうですね、楽しいですよ。そうよね、そうよね、うん、そうです、まあ、確かに日本人独特の、うん、なんていうの、うん、捉え方っていうか、やっぱり失敗したらとか、下手なのは恥ずかしいとか、それちょっと邪魔かもね、うん、そうですよね、まあ、恥ずかしいですけどね恥ずかしいけど恥ずかしいんですけど、でもなんかそれを取ることによって、うん、その先がそれをまあ乗り越えるってことですね、そこを乗り越えてしまえば、うん、そうね、いいね、うん、いいね。だ結構なんか私なんかはこう、うん、まあ、最近はちょっと終わってしまったんですけど、学生さんとかで、まあ、大学の学生さんとかで、うん、英語を話す時間が欲しいということ でなかなかちょっとレッスンとかではなくて、まあ、お昼休みに一緒にランチを食べて、それを英語でしよう、おいいね、そういうことはしたことがあります。そうすると、うん、もう英語でコミュニケーションを取るので、はい、まあ、英語は自然と使うじゃないですか、うん、だからそう使う機会を設ける、それを楽しむっていうのはすごいしてます、うんうん、まあ、普段の生活に取り込めることの一つとして、いいですね、そういうのも、うん、で実際に話し始めたら、うん、あれ続かないってこともやっぱりありますでしょ。あ、そうですね、うん、でもなんかちょっと今ここでご紹介できないんですけど覚えてないので、うん、ただなんかアプリで、うん、その話すため の, このテーマを、うん、こうアプリが出してくれるっていうのをその友人が持っていて、へ、で彼女がじゃあピュッと押すと、うん、じゃあ今日はこれについて喋りましょうみたいなのが出してくれるので、うん、話が止まったらそれで行ったりとかしてましたね。ああ、なるほどね、それで本当に英語が得意ではない人がいたとしても、うん、まあ、単語をつなげたりとか、うん、それをこう、まあ、なんとかこうコミュニケーションを取ったりとか、うん、まあ、こう楽しくコミュニケーションを取る場ですね。へ、なんかちょっとした工夫でなんか違うことができますね。なんかいろいろあるみたいです今。あ、本当、ちょっとそれなんか皆さんもぜひ、ね、検索してみて。すいません、なんかアバウトご紹介で。いやいやいい、ね、だけどきっと検索したら出てくるよね。へえ、面白い、そういうのもいいね、まあ、もちろん外国の方と話をするっていうのも一つだけど、まあ、日本人同士で、気心知れてれば恥ずかしくもなければっていうのもありますね、そうですね、まあ、それ日本語を使う前に日本語入れながらやってもいいですし、ね、うんうん、そうだよね、確かに確かに、だから話すというよりも英語を使うっていう感じで、そうですね、使うことは大事ですね、もう使うことを楽しんで、なるほど、皆さんもぜひ英語を使ってみてくださいねー、そうです、そうです、うん、そうか、やっぱりそこだな、もうね、あと約10分ありますけれども、葉月さん、まあ、もちろんご主人とね、こうかい、学校を建てましたけれど、今後、まあ、教育に関してとか、プライベートでも何でもいいんですけれど、なんかこんな風にやっていきたいなとか、夢的なこと、ぜひ教えていただけますか？もちろん今の仕事をこう、より良くしていくっていうのもあるんですけど、まあ、すごくこう
教育をこう学んできて、うん、まあ、これをこう生かしていきたいというのもあるので、まあ、ちょっともっとさらに学びを深めて、うん、あのこう学びを生かせるところを広げていくというのを今後していきたいなと思います。すごいな、うん、だけどやっぱりなんかこう、うん、どんどんこう学ぶで、うん、その葉月さんみたいにアウトプットしようっていうね、やっぱりその入れて出す入れて出すって大事ですね、きっと、そうですよね、うん、なんか入れてるだけだともう頭でっかちそうです、ね、出すことによって、うん、あのまたちょっとあちょっと違うかなってことに気づいたりとか、あのそういうのもあるので、うん、まあ、それこそそこも失敗を恐れずに、うん、あのいろんなこう経験をしながら、うんうん、あの前に進んでいくってことは大事なのかなと思いますね。大事だと思う、うん、そうだそうだね、うん、やっぱりあの、まあ日本人の生徒さんも多いじゃないですか、うん、ね、あそうですね、うん、で、うん、ハーフの子もいるし、あそうですね、いろんな感じの ね、だからみんな本当にそのお母様たちが、うん、あのこういう風な環境に入れたいなって、うん、思うこと自体もすごくいいことですね、うん、あすごいありがたいですね、うん、あの本当すごくこう子どもたちのためにっていう風に思いで、うん、あのもうスクールもそうですけど、うん、もうスタッフも教員もみんなで協力してやってるので、うん、あのこう信頼して預けていただけるっていうのは本当ありがたいなと思います、ね、うん、やっぱりあの子どもたちは素直に受け止めるし、うん、ですぐ話すもんね、早いですね、いや本当すごいなと思います、ね、本当見てて、うん、いや子どもたちってすごいなと思います。なんかもう大人が思ってる以上に早くて、うん、あのなんていうんですかね、本当マシュマロみたいな感じですよね。本当使うので、うん、あの言葉を普通に使って、そういうこと恥ずかしさとかもあのそういうのもなく、うん、もう話したいから話すって、先生と話したいからお友達と遊びたいからって、そういう感じでこう自分の中から言葉を発していくので、本当子どもたち早いなと思います。うん、すごいね、素晴らしいと思います。やっぱりそうやって考えると、うん、小さい時からね、なんかこう遊ぶ環境だとか、なんとかっていうのを整えてあげるっていうのは本当大事ですね。うん、そうですね。あと学校では、うん、あの、うん、何おもちゃ、おもちゃとか、うん、まあね、うん、なんか遊具というか、あって、うん、それをみんなが、うん、まあ、使い方を教えるんじゃなくて、なんかこう好き勝手に使うというか、そんな感じのことを推奨されている？あそうですね、一応あのおもちゃはすごくあるんですけど、うん、なんかおもちゃってあの子供たちがこう、なんていうんですか、子どもたちの社会、まあ、社会を学ぶこうトレーニングになるツールで、うん、子どもたちみんな遊びたいじゃないですか。その一つのものをこう、うん、取り合ったりとか、あの譲ったりとか、うん、でまあ、そこでちょっとこう揉め事があることにそこで仲直りを学んだりですとか、うん、あのまあ、こう一緒に遊びたいからどっかでこう自分のこう気持ちを抑えてこう、うん、うまくシェアをするっていうのをこう子どもたちは学んでいるので、おもちゃは本当子どもの社会をこうこう学ぶツールのものの一つかなと、うん、まあ、おもちゃに限らずそうですけど、うん、何かのこう一緒に遊ぶもの、子どもたちが興味を引くものっていうのはすごくそう子どもたちの社会を学ぶ大事なこの道具になるものなのかなっていうふうには思います、ね、うんうん、そうですね、うん、まあ、譲り合いを学ぶとかね、うん、まあ、喧嘩をしてもなんかこうね、なんていうのかな、まあ、最近って喧嘩もちょっと質が違ってきてるだろうから、なんか逆にやっぱりそういったことで学ぶことって多いかもね、そうですね、だからすごいいいですよ ね、子供たち同士でこう一緒にできるっていうのがいいですね、うんうん、もちろん一人で遊べるゲームとかもあるとは思うんですけど、うん、なんかもうこうもっとこう自由にこう子供たちの想像力を使いながらこう遊べるおもちゃっていうのは、うん、やっぱ子供たちのこの世界が広がっていくので、うん、大人には見えないものは子供たちには見えたりするので、うん、すごいなと思いますね、うん、こんな遊び方あるんだみたいなのもね、あるでしょうね、楽しいよね、すごいですね、いやそういったところで、あとなんかこう、運動するとかそういうのもやっぱりされますよね、きっと、あそうですね、体を動かすのは大事なので、あのまあ、遊びの中でもしますし、あの、まあ、ちょっとこうちょっとした運動、まあ、ダンスとかもそうですけど、あ楽しそう、したりしますね、やっぱりあの歌も英語でしょ、あそうですね、うん、でも子どもたちはもうその英語だからっていう感覚は持たず、ね、普通にあの歌を歌いたくて歌ってるとは思うんですけど、あのそうですね、歌も歌いますね、たくさん、へ歌好きですね、子どもたちやっぱ歌お音楽好きですし、ダンスも好きですし、なんかすごい不思議ですよね、なんかみんな大好きですね、うん、
いや楽しそうだな、うん、やっぱりそういう時間がふんだんにあるっていうことかなと思うんですけど、そうですね、まあ、そういう年齢でもあるんですけども、うん、すごくも子どもたちが楽しく一日過ごす中でたくさんのことを学んでいくっていうような、うん、あの環境ではありますね。ねえ、素敵素敵、うん、そうか、なんかそうね、うん、あ、そうそう、もう一つ、うん、スタートがよく海外の学校って9月スタートとかあるでしょ、うんうんうん、こちらは何月スタートですか？あ、違う、4月スタートになってます、うん、じゃあちょうど忙しい時でしたね、これは。いえいえいえ、まあ、すごい子供たち新学期迎えてすごく楽しく、うん、今年スタートしたので、うんうん、そうですね、そうだいぶでも1週間2週間経つと、うん、子供たちも慣れてくるので、うん、ちっちゃい子から、あ、何歳から、うん、2歳からでしたっけ？あ、そう、2歳からです。2歳って言ったら赤ちゃんだもんね、うん、すごい、本当赤ちゃんから子供になるというか、うん、すごい子供たちがこう成長が一番よく見える年かもしれないですね。本当半年ぐらい経つとすごくこう写真とかもそうですし、うん、その頃描いた絵とかもそうですし、うん、その当時の動きとかも遊びとかも変わってくるので、うん、すごくこう成長が多く見られる年ではありますね、うん、まあ、他の年齢もそうですけど、そうですね、うん、だけどそんな年齢からね、うん、まあ、インターナショナルスクールということで、うん、まあ、海外の、まあ、文化というかね、うん、そして言葉に触れるっていうね、場所があるということは、ぜひ皆さんご活用いただくとね、うんうん、だって葉山と白金にありますからね、はい、はい、ね、ぜひ、ホームページ葉山インターナショナルスクールってやっていただくと、うん、白金の部分も見えますか？あ、はい、見ていただけます、ね、うん、ぜひ見てください、うん、そして、もう一つ最後に先ほどの、フェスタなんだっけ、うん、スプリングフェスタ、はい、スプリングフェスタの、ご紹介をもう一回させていただきます、今年は5月19日日曜日に開催です、今写真が出てます。すごいね、たくさん人が来てる、毎年たくさんの方に来ていただいて、うん、すごくこう楽しいっていう風に言っていただけるのですごく、うん、嬉しいですね。ねえ、すごい、楽しむイベントなので、うんうん、もうぜひ本当遊びに来る、本当ね、来ていただけたらすごく嬉しいです、やっぱりほら、うん、外国の先生とかもみんな来てるし、ご家族も来るわけでしょ。そうですね、たくさんの方、ね、なんかインターナショナルのその雰囲気を味わうにはいいですね、ぜひ、うん、本当週末をこうのんびり過ごしに遊びに来ていただけたらと思います、はい、ね、はい、素敵です。はい、5月19日日曜日、スプリングフェスタということで開催ですので、ぜひ皆さんおいでください。はい、それではもう時間となりまして、本日は葉山インターナショナルスクール、田中葉月さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました、ありがとうございました。はい、ぜひ皆さん、田中葉月さんでもそうですけれど、葉山インターナショナルスクールで、検索をしてみてください、またお会いしたいと思いますし、またね、ぜひお越しください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それではまた、来週もオンエアありますのでお楽しみに。はい、それでは皆さん、こちらを向かってさようなら、バイバーイ。